ゲタリンピックは福山市松永町一帯を会場におよそ135年前から地元で生産されてきた下駄を使って走ったり積み上げたりする競技が行われていました。重さおよそ 1.3 トンの巨大な下駄をそりに乗せて引っ張った距離を競う巨大下駄さばりも好評でした。来場者は2003年にピークの9万人を数えました。近年は新型コロナウイルス禍や台風などで中止が続いていましたが、最後となった2019年も5万人の来場があったということです。実行委員会は担い手不足や資金確保の困難さ、JR 松永駅周辺が使用しづらくなったことなどを終了の理由として挙げました。ゲタリンピックで使用した下駄など備品については、処分や譲渡するといった対応を今後検討していくということです。